い、皆さんこんにちは、こんばんぬなんかハート作ってもうたで。今日はあるものを購入してきました。まあサムネとか見たらわかると思うんやけどな。サンリオ新商品オタク用グッズ、イエーイ。てかさ、これ紫の髪色してさ、紫の服一番やったらあかんよな。今日ね、私の近所にサンリオショップが1個あって、そのサンリオショップに昨日電話したら11時ぐらいに入荷しますみたいな。だからもう10時半ぐらいに店の前行って、ちょうど店員さんが商品並べてたから、よっしゃよっしゃみたいな感じで構えてたら、店員さんがいらっしゃいませみたいな感じで言われた。もうあのサンリオショップ一生行かれへん。サンリオの新商品のオタクグッズを開封していきます。ちなみにこのオタク用グッズは、私はキキララちゃんを全種類買ってきました。まず最初、ドン、キキとララちゃんの、これはね、うちわケースです。これね、ちょうどうちわの収納ができる、しかも持ち運びできるというね。これちょっと開けてみたいと思います。サンリオは分かっとんな。ジャニオタはサンリオファンが多いこと分かっとら、分かっとらやで、ほんま。お、すごい、こんな感じで。これちょっとゆうとくんのうちは入れてみますね。こんな感じでボタンがあって取れるようになってる。は、かわいすぎやねんけど、舐めてる。待って、リオさ、リオさ、キララちゃん風うちわ作りたいとか言ってさ、バリなんか困難してんけどさ、もうこれで一発でいけてたやん。うーわ、やらかしまくりスティーナジョリー。はい、こんな感じです。え、もうやば、見て、え、紙商品、マジで紙商品。え、これさ、もうちょっと何セットか顔を聞きとらら。これさ、普通に収納的にもいいし、可愛いし、え、しかもさ、気づいた、ここさ穴開いてるからさ、多分こういう感じで部屋にも飾れるよっていうことやんな、多分。次の商品開けていきます。続いてこちらは A4 クリアファイルを収納するファイルです、ね、普通のね、100均とかに売ってるファイルじゃね、収納できないからね、クリアファイル。じゃあちょっとこれに今からゆうとくんのファイル、まだ収納できてないやつがいっぱいあるんで収納していきたいと思います。もう超余裕ある、スーって入る。さすが、ほら、2枚とりあえず入れてみたんですけど、こんな感じでもうちょうどいいサイズです。まあそらそうやわな。では続いてこちら、これは銀テープを入れるストラップですね。なんか銀テープって収納するだけして、なんか使い道困っちゃったり、飾り方も難しいしっていう、困ってたから、ちょうどこういうのがあれば持ち運びしたいよな。ちょっとこれも今から開けて銀テープ入れてみたいと思います。めっちゃ可愛いね。はい、こちらワンロゴ切ったんで、ちょっとこれ入れてみます。これどうやって入れるんやろ、難しそう。入れたことない。あ、ここ中側がここ開いてるから、ここから入れていくんや。合ってる、これ間違ってるかも、ちょっと待って、で合ってる、難しくない。え、ちょっと待って、こういうのの入れ方理由マジで知らんから。これ入れ方書いてたわ。こういうとこちゃんと見なあかんねんね、ほんま。じゃん、こんな感じになりました。これなんかライブとかにつけていきたい、めっちゃ可愛い。はい、じゃあ続いての商品はチケットホルダーです。こんな感じでパカッて開くようになってて、でこっち側にチケット入れれて、でこっちなんかどういうことやろ、3つこう入れれるようになってる。何、ああーなるほど、身分証やファンクラブの会員証が入るらしい。ブラボー。あ、でも会員証とかね、ちょっと保存する場所困ってたりしてたから、これに保存したらちょうどいいかも。で続いてはこちら、ダダン、開封ファイルです。出ました。これは、おー、すごい、なんか布になってる中、24ポケット入りやって、ぴったりすぎバロタやねんけど、こんな感じです。とりあえずぴったしです。これにちゃんと保存しよう。これあと私もう一冊ぐらい買って、これに完全に開封を保存したいと思います。めっちゃいい、めっちゃいいわこの商品。続いてはこのね、私も謎なんですけどね、記録ノートっていうやつです。これはちょっと開けてみてます。アニバーサリーリスト、こんな感じで、もうまで365マスあるんや、多分これ。365マス、この日は誰々の誕生日、誕生日って埋めれるってことや。いいね、いいね、いいね。アーティストプロフィール、
これみんなのプロフィールをかけるってこと。これ名前、グループ名、誕生日、血液型、えと、星座、出身地、イメージカラーとかも、入所日、結成日、加入日、デビュー日、メモ。すげえ、めちゃくちゃ本格的やな。仕事リストはこんな感じであるんですけど、日付、雑誌名、番組名、作品名で、購入したか、録画、録音したかのチェック欄、チケット申し込み履歴、あ、これは書く割よ、めっちゃ書くわこれ。公演名、出演者、申し込み名義、希望順位、うん、会場名、日時、枚数、金額、同行者、申し込み締め切り日、当落日、結果、当落か落選か、入金締め切り日っていうのがある。これ結構役立つかもね。イベントの記録っていうやつもある。これもすごいわ。なんか公演名、出演者、金額、会場、キャパ、座席、同行者、チケットのやり取り、購入品、ファッションとかまで、この日は分かるかな、見えるかな、こんな感じで、この日はこういう参戦服で行くよみたいな、お買い物リスト、プレゼントリスト、ファンクラブ登録情報、ファンクラブ名、会員ナンバー、好きなアーティスト、更新月、パスワードとか、住所、メールアドレス、電話番号、パスワードとかの記入あるから、絶対にこのノートはなくしたらあかんな。これは絶対に、このノート1冊だけで完全にオタクライフを管理できるから、めっちゃ便利やと思う。これ安かったし。これで続いてラストです。ラストはこちら、スケジュールシールってやつなんですけど、これ多分スケジュール帳に貼るシールなんやけど、普通のスケジュール帳に貼るシールとは違って、上から言っていくと、コンサート、遠征、申し込み締め切り日、当落発表、舞台、カウコンで、遠征、入金、グッズ列、お高い、チケットが届く日ってことかな、チケ着って書いてる、でテレビ、入所日、デビュー日、バースデーで、ファンクラブ、更新、雑誌、天使って書いてる、天使で、当落祈願、ファンサゲット、銀手ゲット、紙席、初日、千秋楽、オーラス、舞台挨拶、番響、時短、聖地、ロケ地とかってことやな、で参戦服ゲットって書いてました。これ早速みんなで使いましょう。以上です、このオタクグッズは。値段は、うちわケースが864円、安いね。うちわケース、銀テープホルダーが540円、安っ。だってリオもこれ全種類買って、しかもキキララちゃんは2個になっちゃうから、やけどなんか5000円ぐらいやったと思う、リオは全部買って。で A4 クリアファイルホルダーが972円で、チケットホルダーが432円で、開封ファイルが756円で、記録ノートが540円。やっぱノート安いわ。で、スケジュールシールが270円です。なんか割と簡単に手に入れるオタクグッズになってると思う。ぜひジャニオタの方でサンリオが好きな方は、もうこれを手に入れてオタ活をしましょう。以上、今日の動画は終わりです。チャンネル登録しない方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。